次に池下拓君池下くん、おはようございます。日本医師の会の池下拓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。まずですね、先ほど吉田議員も質疑少しされておりましたけれども、潜印する症状を訴える方に対する診療体制の構築、まあいわゆるワク コロナに関しましての後遺症等々です、ね、の治療体制についてお伺いをしていきたいな、というように思います。まずです、ね、資料の一枚目と二枚目の方をご覧いただきたい、というように思います。これは、先日三月二十四日、新型コロナワクチンについて千円。いわゆる後遺症の症状を訴える方に対応する。診療体制の構築についてという通知が。 健康課長の方から発出をされましたこれまでにも令和3年の2月に、同様の通知というものが、各都道府県の方に発出をされているわけですけれども、改めてこの診療体制の構築をするように通知をされたということなんですが、実は私のところにも、この。 後、ねえー、交渉につきまして、まあ、医療機関をたらい回しにされているようなあご相談というものが来ております、まあ、先ほどもお話ありましたけれども、ちょっと体調が悪くなったんで、えー、かかりつけ医の方に行かれましたよと、でただ、なかなかこの原因がわからないもんですから、総合病院に行きましただけど、紹介されて大学病院の方に行った。 けれども検査した結果、内容がわからない、原因がわからないということで、またまたかかりつけ医の方に戻されて、最終的には心療内科の方にまで行って、心の病じゃないですかというぐらいのところで、長引く症状に苦しまれているという方々の声を、私の方にも届けられているところであります。そういうういいい中で今回改めてて通知を発出されたという理由について改めて ちょっとと伺いいいいを確認させてたただき思まず、昨年、令和3年ですが、2月1日付で発出しました通知におきましては、新型コロナワクチン接種後に、副反応を疑う症状を認めた場合に対応する診療体制を構築するよう、都道府県に依頼をしております。 一方、今般、本年3月24日付で発出しました通知は、この副反応を疑う症状に含まれます、宣延する症状を訴える方が存在する、また、そのような症状についての相談先や受診先について悩んでいる方が存在するということのご指摘を踏まえたて出したものでございます。ワクチン接種後の 副反応に対する診療体制は、自治体ごとに異なるため、今回の通知は、宣言する症状にも適切に対応できるかを、それぞれの自治体で確認していただく、そして必要に応じて、各地域における体制を見直しておくよいただくように依頼をしたところでございます以上池下拓君、はいご答弁をいただきました。 あの私の友人ですねあの、大阪の泉大津の南出市長という方が、まあ、こういう、ね、あのワクチンの交渉であったりとかっていうのに非常に熱心に取り組みをされてまして、まあ、医療機関の方々も、えー、それに声をね揃えているというところもあります、まあ、私、別にあのワクチンに対して反対な立場でもないですし、あの安全に、そして安心してあのね、 コロナ対策をできるようにしていただきたいという気持ちでいっぱいなんですけれども、そういう中で、今回、改めて発出されたという内、ね、容、なを今、ご答弁いただきましたけれども、去年はその短期的な、あの引き出しであったりとかいう短期的なものであって、今回は中長期の1 0円、長引く症状に対しての対策をぜひ都道府県に対してもやっていただきたい、医療機関に対してもやっていただきたいというご答弁だったかということは、理解をさせていただきました。 そこで,です、ね、あの通知には各都道府県が構築した診療体制について、状況の確認を行っていくよう要請をしておりますけれども、またあの相談の窓口体制であったり、関係機関の連携体制についても、あの言及をされているというところであります。まあ、ぜひです、ね、このたらい回しをされないようにするためにも、あのワクチン接種後、原因不明のさまざまな症状、あるかと思います。 そういうね、えー、とこの患者さん、原不明の患者さんにもです、ね、えー、しっかりと治療体制が組めるのかどうか、そういうところにもしっかりと手が届くのかどうかというところにつきまして、お伺いをしたいと思います佐原健康局長。はい あのえー、今回の、えー、出しました通知につきましては、あのえー、専門的な、あのまずあの、ね、相談窓口を作っていただくということに加えまして、えーか,か,りつまえー、かかりつけ医との連携の体制の下で、えー診療、専門的な診療医療機関に受診するような。えー 体制をを整えてていいいいいただくとととうこここお願いしているところでございますこの考え方としましては、さまざまな症状がございますけれども、まずはかかりつけ医等でしっかり見ていただいた上えで、例えばすでにお持ちになっている病気が悪くなっているというようなことがないかどうかもしっかり除外をしていただいて、それでも、 より専門的なものが必要で、診療が必要であるということであれば、専門的な医療機関にきちっと紹介できる、そういった体制を作っていただきたいという趣旨でございます<上>池下拓君、はいえー。ぜひですねあの、この症状で困られている方がです、ねあの、取り残されないような、まあ、仕組み作り、体制作りっていうね、ぜひお願いをしておきたいなという具合に思います。 ちょっとです、ね、このコロナ関係なんですけれども、ワクチンについてなんですが、ちょっと視点を変えまして、次の質問をさせていただきたいなと思います。資料の3枚目になります。こちらの方は、予防接種健康被害救済制度というものでありまして、できるだけ直近のデータも含めて、こちらの資料の方に書かせていただいております。 この図はです、ね、予防接種を受けた方に、健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことにものであると、厚労大臣が認定したときは、市町村より給付が行われるというものをスキームにして、に変えたものであります。この制度は、副反応を疑った医療機関が報告書を提出いたします、いわゆる副反応疑い報告制度。これとは また別の、全く別のね、あのー、仕組みになってきているわけなんですが、この仕組み、えーまあ、予防接種、健康被害救済制度、これは、えー、健康被害を受けた個人、ね、一個人が申請を行うものであります、まあ、そういう中で,です、ね、これまで新型コロナワクチン接種後、国民の接種回数は、令和4年3月30日時点で約2億5千万回あります。 でまた、全国市町村へ個人からの申請については、この1年弱では分かりません、不明です、これはの、いちいち保険証からです、ね、にまた報告制とかいうと、あの逼迫してしまう可能性もあるということも聞いております、ね、一応、不明ということで聞いております。であと、市町村が都道府県を通じて、厚労省へこれ、新たというそうなんですが。 厚労省へ進達された件数は1198件これ昨日も話題が出てたかと思いますそして審議会における認定数は650件否認が36件保留が7件という具合に書かれているところでありますワクチン接種により健康被害を受けた人が自治体に申請した検査不明ですけれども3月18日時点でこの副反応疑い制度ちょうど図の 左下に副反応疑い報告の件数が書いてあります。けれども、医療機関からは三万一千八百七十四件、そして製薬会社からは二万トンで二百四十八件の件数が上がってきております。これは人数ではありません、あくまで件数です。これはお一人当たり。 複数の症状を持ってられる2つとか3つの症状が、ね、ある方もいらっしゃいますがあくまで人数ではないということをご承知お聞きしたいなというふうに思うんですが、また、あこの副反応疑いのうち、すべてがまあ申請しているという具合にも私は思いませんけれども、まあ、それにしてもですね、まあまりにもこの予防健康被害救済制度の診達数と、このね、えー、副反応疑いの件数がね、 あまりにもちょっと、乖離してるんじゃないかなと思うわけなんですよ。で、えー、そこで,です、ねえー、厚労省に、まあ、診察19198件ということですが、えー、新型コロナワクチンで副反応による健康被害と、あ判断、どうなれば、このワクチンでの健康被害とね、認定されるのか、この認定要件について、お伺いをしたいと思います。佐原健康局長 お答えいたしますまず、予防接種法に基づく健康被害救済制度でありますけれども、これは健康被害が通常起こり得る副反応である場合を除きまして、接種にかかる過失の有無にかかわらず、 予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものでございます。あの健康被害が通常起こり得る副反応である場合を除きというのは、あの例えばワクチン接種後の発熱で、えー、外来を受診して、解熱剤の服用のみで改善したような場合、こういった場合は対象外になっております。そののの上で、えー、予防接種とと健康被害との因果関係の判断は これは被害救済制度におきましては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて行われております。ここのため通常起こり得る副反応を除きまして 感染する症状も含めまして、接種後に生じたいかなる症状についても、一定程度の因果関係が認められた場合には、救済の対象となると考えております池下卓君、はい。ご答弁いただきました。まあ、今のご答弁で、あの厳密な因果関係までは必要とせずという、ね、あのお言葉をいただきましたけれども。 あのこの制度に今まだまだ乗っかってない、ねえー、で苦しまれている、なおかつ苦しまれている方というのは、私はあの、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと、まあ、潜在的にですね、潜在的にたくさんいらっしゃるんじゃないかなという具合に思っておりまして、まあ、やはりです、ね、このワクチン接種後、まあ、先ほどの1000円の話もそうですけれども、長引いて、健康被害が続いているということになりますと、やはりあの社会生活上という中でも、非常に問題があると、まあ、仕事ができないよとか、生活の の質が落ちるよとか、さまざまなことがあるかと思いますけれども、まあ、私はです、ね、ぜひ、あの先ほど、えー、宣言する症状を訴える方に対するの診療体制の構築について言っている、これが今回ね、また改めて出されているということなので、この救済制度がね、えーまあまあ、ぜひね、これ、使われるようにしていただきたいと思います。このの制度は患者本人が市町村へ申請すするももですけれども、まあ 個人だけではね、私ちょっと見たんですけれども、申請用紙も結構、書類たくさん、ね、あって、お医者さんに書いてもらわなきゃいけないものもあのたくさんあるわけなんですが、まあ、そういう中で,です、ね、自治体であったり、かかりつけ医さん、そして専門医療機関にも、このせ、えー、制度ですね、予防接種健康被害救済制度、えー、と、先ほどの1000円の通知をです、ね、しっかりと周知させることで、患者せ 本人さんに制度が届きやすい環境というのをぜひ作っていただきたいと思うんですけれども、ご見解の方をお願いしたしまお答えいたします。まず、この制度の周知にあたりましては、予防接種を受ける方に、接種の際にお渡しするリーフレットに、制度の内容を記載してお知らせをしているところであります。ままたこのリーフレットに加えまして かかりつけ医や専門的な医療機関からも、ワクチン接種後に健康被害が生じた方に情報提供を行うことにより健康、この被害救済制度が認識され、適切な申請につながることが考えられます。このため、自治体と連携しながら、救済制度について一層周知が図られるよう対応してまいりたいというふうに考えております。また、えー 先般、3月24日に自治体宛に出しました通知におきましても、希望する方が必要な医療機関を受診できるように、各都道府県内の関係者にとどまらず、住民に対しても相談窓口の連絡先、あるいは受診の方法を適切に周知するよう依頼をしておりまして、引き続き自治体と連携しながら、こういった周知徹底,徹底を図ってまいりたいと考えております。池下拓君。はい ぜひです、ねあの、しっかりとこれ、体制、せっかく作っていただいているものですから、まあ、これにねあの、知らないとかで、えー、乗り越えないような形で進めていただきたいなという側に思います。 そしてです、ね今,まあ、今回、ワクチンの副反応であったりとか、まあ、まあ後遺症であったり、まあ、いろんなことをお話を今させていただいているんですけども、まあ,あ今です、ね、まあ、こういう課題が、ね、あの伊佐先生とかも、ね、確か去年とかされていたとあの見させていただきましたけどもあのやっぱりこういうことで悩まれている方が非常に多いかと思っているんですが私はここで、ね、やはり政治の役目としてこの原因究明、これしっかりと。 行えるように、えー、予算措置というのもやっていかなきゃいけないんじゃないかなと考えておりまして、今後のワクチン接種後の後遺症への研究体制については、どのような方向性を持って進められていくのか、大臣の方にご見解をお伺いいたします後藤厚生労働大臣。新型コロナワクチン接種後の遷言する症状について、まあ、受け止め方が人それぞれでありますし、 現時点ではどのような症状を指すのか、まあ、一律に定めることが難しいという状況でございますけれども今後の科学的知見を踏まえながら検討すべきものと考えております現にこのような症状に悩まれている方に寄り添うことは重要でありましてワクチンとの因果関係の有無にかかわらず 希望する方が必要な医療機関を受診できるよう体制の確保や相談窓口の周知等にも取り組んでいるところでございますえそして新型コロナワクチン接種後に生じる宣言する症状に関する知見についてえ今後このような取り組みを行っていく中で まあ専門的な医療機関における診療の蓄積により、新たに得られる、そうしたものもあるだろうと期待できます。こうした事件を踏まえ、専門家の意見も聞きながら、治療法を含む必要な研究や研究体制について、検討し、実行してまいりたいと思っております池下拓君。はい あのやっていただくということで、やったと思うんですけれどもあの、やっぱりこれ、医療機関の皆さん、ご協力いただかなきゃいけないと思うんですけれども、あのやはりね、医療機関だけにやりなさい、やりなさいっていうだけでは、当然、進まないと思うんです。 でやはりこれ国として、政府としてです、ねや、予算措置って、まあ、今のタイミングで、ね、お話することじゃないかもしれないんですがあの、将来的にこの補正予算を組んだりとか、予算措置を組むことによって、えー、この原因究であったりとかっていうのを進めてい,きたい言っていただきたいなと思うんですけれども、もう一度、大臣の方お願いできますでしょうか。後藤厚生労働大臣 あの今、委員から改めてご指摘がありましたように、まあ、あの専門家の意見を聞きながら、治療法を含む必要な研究や研究体制そのものをしっかりと整えるように、検討して進めていきたいと思います池下拓君。はい まあちょっと,、ね、さらと言いさせていただきましたけれども、まあ、今ちょっとね、この場では、ね、お答え、やりにくいかなと思うんですが、あの私は期待しておりますので、よろししくお願いしたいいたと思います、えー、それでは続きましてあの、アレルギー疾患対策についても、次、ちょっと話題変えまして、話をしていきたいなと思います。 まあ実はあの私もあの前の府議会大阪府議会議員の時代にこれ実はアレルギー対策というのを取り組んでおりまして実はあのかつてあの私地元、高槻の駅前で街頭演説をしていたときにあるお子さんがですねもう血だらけになってもかゆいかゆいという,ねもう血だらけになってかきむしてですねもう T シャツがもう血で真っ赤になって。 そば、えー、にいるお父さんもです、ねまあ、どうしたらいいのかわからないということでもう泣きじゃくってるお子さんを、ね、見かけたんですで私はあのお医者さんでもありませんからその子一人を助けることはできないかもしれないんですけれども、まあ、ただです、ね、やはりこの政治というものを、ねえー、の力を使って一、ね、人の子は助けられないかもしれないけれども、まあ、やはり、えー、多くの,このアレルギーに悩まれている方々を 広く救いたいなという思いで、えー、府議会の時代も、そして今回も、えー、質問をさせていただきたいなという具合に思っております。で、えーまあ、アレルギーといいますと、どうしてもちょっとお子さんがね、目につくということもありますすでにやっていただいていることもあるかと思うんですけれども、ちょっとここはですね、あ,あえてです、ね、成人のアレルギー対策についてお伺いをしていきたいなという具合に思います。 えー、まあ、従来ですね。年齢を減るごとに患者数が減少していくとまあ、アレルギー疾患思われていたんですけども、もまあ、最近の調査からは成人層においてもまあ、患者数が増加している傾向があると聞き及んでおります。また、重症度を見ましても、成人アレルギーの一定層は中象等から重症再重症にありまして。 増,と増悪と寛解、ね、良くなったり悪くなったりというね、とこを繰り返しながら、長期にわたって疾患に悩まされているという方が多いというように危機を呼んでおります。まあ、特にあの成人層というのは、本当に働かれる、ねえー、世代でもありまして、社会経済活動の中心であります。患者数の多いアレルギー疾患による経済的損失はまあ無視できないというものもありますし、患、ま、者、あの中にはやはりこの、 もう治らないんだろうなと思いながら、この生活の質をね、低下している中でも、ちょっと我慢しながら、ずっとね、長年暮らしている方もいらっしゃるかと思います、ちょっと資料の4枚目、こちらの方をご覧いただきたいなというふうに思うんですけれども、こちらの方は、近年、難治重症アレルギー疾患におけるメカニズム、これもちょっと解明しつつあると言われておりまして、 それれに対すする治療薬といいうのも開発さててきています例えば、資料の真ん中の2型というがに書かれているところなんですが、症状としたら喘息であったりとか、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などがあるんですけれども、それに対して中心的な、まあ、症状に、ね、中心的に作用している物質といいます、分子が、 サイトカインという具合に言われております、ちょうど左下にサイトカインというね、書かれているところなんですが、そのサイトカインのうち、新潟では IL4、IL5、IL13 などが働いていると、一部の研究で分かってきているところです。国として増加している成人層へのアレルギー患者さんへの皆さんへの対策というものを、ね、進めていきたいと思っているわけなんですけれども、えー これまでアレルギー疾患については、アトピー性皮膚炎や喘息、まあ、先ほど紹介したアレルギー性鼻炎などの多くの種類がありますけれども、国としても、成人層のアレルギー患者が増加しているのかどうか、まずちょっとそこの認識をご確認したいと思います。佐原健康局長 お答えいたします国が実施する患者調査によりますと、今ご指摘ありましたアレルギー性鼻炎、喘息そそれからアトピー性皮膚炎の20歳以上の推計患者数の合計は、例えばですが、平成20年は103.7万人でありましたが、平成29年は140.1万人に増加しておりまして、成人のアレルギー患者の総数は増加傾向にあると認識をしております。 やはり、ねえーまあ、昔と違ってね、やはり今、成人層でも悩まれている方、多いんじゃないかなと思っております。えー、近年、えー、難治重症アレルギー疾患の治療法に関する研究も多く発表されてまして、まあ、これまでの咳を止めるとか、かゆみを止めるとか、いわゆる、えー、対症療法よりも効果とあるとされます、サイトカインを狙い撃つ生物学的薬。 まあお薬ですね。まあ、これを用いた治療も開発されたという話に聞いております。アレルギー患者会からもアレルギー疾患に関する最新の知見は診療科間を横断した積極的に共有が求められるようにとまた地域の診療所や病院においても、この情報というものを共有されるべきだという提言があります。まあ、最新の知見に基づく治療っていうのはやっぱり。 患者さんかららも求められてているとところだと思っておりますあの、まあ、現在、政府はのアレルギー疾患対策として、各都道府県において、アレルギー拠点病院というものは設置されているということは、私も重々、大阪でやってたんで、存じ上げとるんですが、まあ、しかし、都道府県によって、やっぱりこの取り組みの強弱というものがありまして、 私はやっぱりこのアレルギー患者さんに対しまして、日本全国のどこに住んでいても、同じようなレベルの治療を受けられるべきだという具合に考えております。そこで、ぜひアレルギー治療への国内標準化をする取り組みにつきまして、ご考えをお伺いをしたいと思います後藤厚生労働大臣。国民がその居住する地域や年代にかかわらず、 適切なアレルギー疾患医療を受けられることができるように、今、委員からもご指摘があったように、アレルギー疾患に関する医療全体の新しい治験に基づく質の向上を図っていくとともに、近点化を各地域において推進することは非常に重要だというふうに認識いたしております。こののため重症や難治性のアレルギー疾患医療を担う 今ご指摘のあった都道府県アレルギー疾患医療拠点病院を全都道府県に設け、今、全国で78位でございますけれども、地域の医療機関との連携体制を構築するとともに、医療従事者向けの研修が実施を通じたかかりつけ医等のアレルギー疾患に関する知識や技能の向上等に取り組んでおります。 引き続きアレルギー疾患を有する方が、まあ、安心して生活できる社会の構築を目指しまして、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針に基づいて、総合的な対策にしっかりと取り組んでまいりたいと思います池下拓君。 えー、ぜひです、ね、これはの、やはり目標を,を、ねえー、持って、えー、そしてやっぱり PDCA を回していただきながら、えー、しっかりとこの全体的なレベルというものを、ね、上げていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。えー、ちょっと時間がなくなってきましたので、えー、最後の質問の方をさせていただきたいと思います。えー、実はの先日もです、ね、同じ質問をさせていただいたんですが、えー、当委員会におきまして、慢性腎臓病ね。ね いわゆる CKD について、改めてちょっとご質問させていただきたいなと思います。改めてちょっとこの慢性腎臓病をご紹介しておきますが、慢性腎臓病は腎臓機能が悪化をすれば腎不全、ひいては透析治療が必要になりまして、脳卒中や心筋梗塞の要因にもなります。慢性腎臓病の要因としては40、40%程度が糖尿病を起因するものでありまして、 残りの約60%は高血圧や高脂血症など、まあ、自覚症状の乏しいものをまあ要因としているという具合に聞いております。で私はこの残りの60%に対しましても、まあ、しっかりと手こ入れというものをしていただきたいなと思いまして、今回、質問を取り上げさせていただいているわけなんですけれども、えー、先日の大臣の答弁で、 慢性腎臓病に関する問題意識が、その最大要因が糖尿病であるというね、言われておりますので、それはあの理解しております。糖尿病以外のリスクのある国民への対策として、具体的な策は何か、副案としてお持ちなのかと思います。例えば、本年は健康日本21の改定作業を行っていると聞いております。健康日本21は、生活習慣病を改善し、 健康寿命を延伸させることを趣旨としておりますけれども、まあ、CKD にならないために、疾病対策とは別に、別に、糖尿病性腎症由来にこだわらず、高血圧や高脂血症など、予防健康の観点からも、この CKD 対策をするよう改定すべきだと思いますけれども、ご見解を伺います。佐原健康局長 答えいたします慢性腎臓病の原因としては、高血圧や脂質異常症を含む糖尿病以外の要因の割合も大きく、慢性腎臓病の対策として、高血圧症や脂質異常症の予防も重要であると認識しております。平成25年から令和5年までの計画期間としまして推進しております、健康づくり運動である健康日本21におきましては、生活習慣病対策の一環として、高血圧の改善や、 脂質異常症の減少を目標項目としまして、定めまして、食生活の改善や身体活動量の増加等、各種取り組みを国、自治体、企業等が一体となって推進しているところでございます。引き続き、これらの取り組みを通じて、慢性腎臓病の予防にもつながる予防・健康づくり、推進してまいりたいと考えております以<上>池下拓君。 はい、ありがとうございます、まあ、ちょっと私、時間の、ね、配分というか、ね、時間のあれ、ちょっと間違っておりまして、あの時間通告の時間が終わりということで、聞きました、であの改めてまたね、こちらについても、あの四国でありますが、質問させていただきたいと思いますの、ね、で、申し訳ございませんけれども、これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました 次に